まず8月の6日で原爆が落とされる前はどんなことをしておられましたか？尾田道夫選手の実家の家、私たちはね、疎開しとったんです。兵器廠の中はもう危ないから、敵が来てね。ほいで、そこの尾田家の2階をオフィスにして、そして机を並べて、そこで事務とってました。朝8時15分ですか。あの時私はね、3人の友達とその家の玄関を出たところ、そしたらもうこんな大きなオレンジがね、目の前パーンと出たんですよ。それで3人がびっくりしてね、また家の中走り込んだ。そしたらその家が倒れてきて、みんな下敷きになりましたけどね、爆風でね。それでみんなごそごそやれ 分けて出て、みんなどうしたんでしょうね、地震でしたか言うてね、みんなびっくりしましたね。怪我はなされなかったですか？ここ切れてましたよ、ここにね。右肩の方ですね。ね、でもなんでこんなになったかいうことが分からずにね、その洞窟の中へ他のフレンが入ってましたから、書類取りに。そこ行ったらね、あの人たちはその洞窟の中へ爆風がふっと飛んできて、生えてるもんぺが裂けてるんですよ。で、どうしたんだろう言うてね、みんなが外へ出てきたら、兵隊さんが来て、出たらいけないってね、みんなを洞窟の防空壕の中入れました。そして大変なことになってるから、ゆうたちは出たらいけないよ。ほいでお昼過ぎでしたか、そこから兵器廠から炊き出しが来て、みんなにおにぎりをね配ってくれて、で夕方5時頃でしたかね、今ちょっと落ち着いたから、帰りたい人は帰ってもいいよって言われたんですよね。だけど私は芸備線で通ってました。ほやけど汽車がなかったら帰れない。そしたらと友達が、女鹿っていうところの友達が来て、帰れなかったら私の家へ泊まったらいいから、一応は寝てみよういうことになって、広島駅の方は通れないんですもん。暮れからね、海軍さんがみんな来て、みんなよしょよしょ立っとって、あっちからこっちから飛んなさい。そして裏側を通って、谷峨駅いうとこがあるんです、広島の次、芸備線のね。そこまで行ったらね、なんか谷峨駅で汽車がポッポッポッポ煙吐いてるんですよね。あれ汽車が通ってる、言ったら、それが初めての汽車、その日の汽車行ったけど、もうそこがもう真っ黒けに焼けた人ばっかりでね、中へは入れないデッキに立ってね、谷川からほからへさかいうとこがある。そこまで行きましたらね、もう気分が悪くなってね、ずるずるがここらへこうね。ほ いで降りる言うたら、もうそこにおったおばさんがね、もう一駅だからね、我慢しなさい、家の人がどんなに心配して待っとられるか分かりません、言われて、矢口まで帰りました。それから矢口の駅からね、また私を渡って川内なんです。で、そこがね、川のほとりに私たちの家があって、
そこの矢口の駅のとこ、ま、あの河原まで出たら川のほとりいっぱいの人が並んでるんですよね。あれなんだろうねと思ったら、向こうからみんな手叩いてね、帰ってきたいうて私を待っとってくれました。もう母たちはね、反響なんだよ。ほいで、まあそこでみんなが抱き合って泣きましたよね。その日はもうじゃあ落ち着いて眠ることができたと。そうでもなかったですね。あのその晩一晩中どっか広島の方から逃げてくる人が、川内はまあ割と広島から近いですからね。そうですね、はい、まあちょっとの人がの頼りになる家だったらみんなたくさん来ました。みんなそれが焼けた人ばっかりね。だからちょうど私のおばがあの横川いうとこにいたんですけど、それがあの朝8時頃やっぱり子供守りするためにあのよそのフェンスの下で影のとこでね、子供が遊び寄るのを座って待ってたそうですよ。そしたらあの原爆落ちて、その壁がおばさんの家へこうかかって、でまあ亡くなったんですけど、父たちはそれを連れに車引いてきましたけどね。それが手だけ見えたいんですよ、おばさんのね。で、あの胴体はみんなフェンスの下で、手だけ焼け取ったそうですが、ここはまあそれをまた車に乗せて連れて帰って、それで河原で焼きましたけど、ああいうことがありました。落ち着いてまあまあ生活できるようになっていうのはいつどれぐらいかかりましたか。ね、やっぱりあのおばさんたちが国に帰ったら、もう半年ぐらいかかったんじゃないですかね。そ, はい、その間に私はね、この足の方へいっぱいあの出来物言うんですか、はいはい、貝なんていっぱいできましたよ。で、どうでしょう、その被爆をされておることは確かなんです。そので、典型的なそういう放射線の影響ってのは出ましたか。それぐらいのことでした。その時は出来物がこの足にいっぱいできたのね。だからみんながあれは毒が出るんだなんて言ってましたけどね。それからしばらくしてこっちへのドクターが2年おきに見てくられるようになって、キャテラックがある、それから催涙が見つかりました。最後にあのもしこれから若い世代およびあのアメリカ国民に原爆について伝えたいっていうようなことがございましたら、あの一言お願いしたいんですけども。そうですね、やっぱり今からの人はこういう体験はしてほしくないですけどね。でも今の情勢では分かりませんね。オーロバ原爆持ってるじゃないですか。そうですね、はい、ね、いや二度とこういうことはしてもらいたくないですね。本当に会ってみた人しか分からないと思いますよ。そうですね、はい、まあ、そういうことで、あの大いになんていうか、そういう原爆の恐ろしさというものを言ってほしいわけですね。恐ろしい、口では言っても本当に会ってみないとその恐ろしさというのが分かりません。そうですね、はい、と思います、はい、いや今日はあの本当にありがとうございました。いいえ、はい。